じゃあまず収まりきってないんですけど、ヘッドホンいつも持ってます。これはさっきも紹介したちょっと古めのヘッドホン、ボーズのものです。携帯はいつも手に握りしめてるんですけど今日ちょっと割れちゃってね携帯はこれ13ですかね、13の緑色の携帯を使ってます。ステッカーよく入れたり、なんかレシート入れたり結構使ってます。こっちも割れちゃってるんですよ財布は結構コンパクトです。彼とお揃いの財布で、なんかブランドじゃないんですけど、レザー職人の方が作ってるやつで、これに小銭と全部カード入っちゃうんです。年金も入ってます。はい、パソコン古いんですけど、ちっちゃめのパソコン使ってます。今日は仕事なのでフル装備で行きます。あと iPad は Air、 これは古いのかな、これもステッカーでかいの貼ってます。重くなっちゃう、ちょっとずつ iPad になりたいんですけど、なかなかなれずこのパソコンはもう何年使ってるんだろう、10年遅か、8年は使ってますね。充電器はこのコンセントにそのままさせるモバイルバッテリーで、ステッカーをとにかく貼らないと、あのみんなと一緒になっちゃうんで、とにかくステッカーをいつも貼ってます。いつも大きいカバンで来てるので、すぐあのパーティーとか飲みに行けるようにこのちっちゃいカバンも入ってます。レザーのユリアさんのブランドのやつにクロムハーツのチェーンつけて、でチェーンはちょっと外に出してやってます。クロムハーツのバッグは買えないんですけど、これだったらって感じです。であとエアポッツもつけてます。これはジュエミのエアポッツケースです。はい、発売中です。これ結構使ってますね。でケース取った途端なくします。もう3個ぐらいなくしてるんですけど、絶対作るとしたらキーホルダー付きにしようと思ってて、カラビナも出しやすいようにすごいシンプルなカラビナ、ただもうこれだけのやつになってます。あとがちょっと面白いかもしれないんですけど、クッキーを作ってきてます。いつもで、いつもこのジップロックも再利用できるやつで、これしかもチンも確かできた気がします。クッキーはいつもコンビニでお菓子買うんですけど、なるべく体にいいお菓子を食べたいと思って作ってます。でまず彼があのお菓子大好きで、私も結構事務所にいるともう気づいたらバクバクずっと食べてたので、だったら作ろうと思って、めっちゃ簡単です。今日はチーズクッキーになりますそうなんです、これは米粉で作ってて、でちょっとまだ米粉をマスターしてなくて、ちょっとだけ小麦入れてます。ちょっと小麦入れないと固まんなくて、ボロ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 になっちゃったのでなんか料理できなさそうって言われるんですけど、めっちゃ作ります。結構あとがクロムハーツ大好きなサングラスも持ってきてます。あ、中身がクロムじゃないですね中身ディータですね。2個目のサングラス、もうこれは気に入りすぎてもう1個買っちゃったんじゃなくして、もうめっちゃ可愛くてかけやすくて、旅行の時はこれ結構愛用してます。 あとこっちのカバンの中身、これすぐあのパーティー行けるバッグの中身、もうめっちゃ愛用してるプロポリスの万能薬ですね。傷とか喉とか、あのスプレーなんですけど、これブラジルでゲットしてて、日本で買うと結構するんですけど、ブラジル原産地みたいです。これはあの空港で買ったんですけど、どこにでも使えるティント、なんかほっぺた、まあ、目でもいいし唇、なんでもなんかちょっと血色が欲しい時に使えるやつです。これ結構塗りすぎても可愛いです。本当に肌が赤くなっちゃった子みたいに。このリップはランコムのリップで、これは塗ってないみたいな色中間系で乾燥もしなくて、でもなんかベージュすぎて老けて見えない感じで、あとがこれはもう2個目なんですけど、あのルミコの RMK のフェイスパウダーで、これはマジで便利で、ハケでだいたいここのテカリをピピっていつもやってます。なんかこう光が変わった時に急にめっちゃ化粧濃いみたいになるのが結構恐怖鍵はこんな感じで、友達がレザー屋さんやってて、あのちょんちゃんを作ってくれたんですムートンで
本物のムートンの生地で耳もちゃんとついてて、なんか写真見て作ってくれていつでもちょっとお酒飲めるオープナーがついてて、職業柄メジャーもついてます。これがねめっちゃ便利です。最高に洋服だったらちっちゃいメジャーで全然いつもいけます。はい、結構鍵かわいいですよね。はい、以上になります。はい、以上が私のバッグの中身になります。見ていただきありがとうございました。面白かったですかね、バッグの中身。自分でも結構物持ってるなと思ってよかったらコメントとかもお待ちしてます。ありがとうございます。